本校では、旧日本軍の発動機の命名規則について述べる。昭和8年以前は、高記念の末尾二桁と交渉馬力を組み合わせ、99式900馬力発動機等と呼称した。昭和8年以降は、基本的に機体を示す基板号と同様に発動機を示す、派番号を開発順に付与した。派番号は1から52までは連続しており、 以後は飛び飛びになっている。これは同系統の改良型エンジンを作ったためであり、例としては、波45波145波245のように改良が加えられるたびに100番台に番号を付与したためである。この命名規則は戦争後期になると陸海軍統一番号へと発展した。一式陸上攻撃機に搭載された、 火星11型国立科学博物館において、カウルを外されて展示されている冷線の栄エンジン海軍においては、設計会社の名前の頭文字つまり、設計会社記号に、空冷もしくは、駅霊の記号を付与した。さらに、各航空機会社が、社内で設計するにあたって用いた名称なども、正式名として併用した。A、愛知航空機コール神宮 M。 三菱重工業イコール天体、星、N、中島飛行機イコールケージ g ガスンイコール風など1943年4月以降に開発される発動機に関しては、陸海軍の機材資材の効率的運用を図るため、統一した名称のもとに発動機の開発計画が実施された。航空用エンジンの一覧、ありがとうございます。